10月31日と11月1日の2日間、伊予郡砥部町大南の砥部焼伝統産業会館周辺で第10回秋の砥部焼祭りが開かれ、多くの買い物客らでにぎわいました。この砥部焼祭りにはおよそ60軒の窯元が集結し、砥部焼を買いに訪れた人たちは直接窯元の人と話をしながら品定めができます。会場のステージイベントでは地元の子どもによるパフォーマンスや砥部焼オークションなども行われました。秋の砥部焼祭りでは約60軒の窯元が一堂に集結し、各店舗ごとに大即売会を行っております。今回は各窯元がテントを設営し対面販売を行っております。時価の2割から3割引きでお買い求めいただけます。他にもミュージックライブやオークションなども行っております。今回のテーマは一番好きな柄は人柄ですというテーマです。砥部焼は手作りであること、また今回は窯元ごとにテントを設け、直接お話をしながらお買い物ができます。近県からいろんな方が来られるんで、普段あのお客さんと話す機会ってあんまりないんで、僕らも非常に楽しんでやらせてもらってます。最近は可愛い柄とかがいっぱいあって大好きです、うん、毎日使える食器がたくさんあるのですごく重宝します。会場を訪れた人たちは食器や置物、アクセサリーまで様々な砥部焼に触れ楽しんでいました。